私は今非常に怒っています。呪われたら呪い返す。500億倍返しだやは <noise> ー皆さん、こんにちは、ゆびです。<laughs> ひもじいきたらなんで怒ってるか話すね。<laughs> まあ、あの、ポストしたから、X の方で。だからみんななんとなくわかるかもしれませんが、非常に悲しいです。そして怒ってます。

おででこにたんこぶできるわ <laughs> 謎にスピーカーが落ちてきましてスピーカーってでっかいやつじゃないですよサラウンドスピーカーのボードのこんぐらいのがねゴーンってここに直撃して可動にここ今ボコってるって <laughs> 女優が顔が命なのに本当だよ整形したんですか <laughs> 違すね そのなんかネットでしか絡みがないのにバカみたいにいじってきて目見るからいけると思ってバカみたいな発言してなんか調子乗ってるやつの真似ですかだってあの人何回言っても分かってないじゃないですか、うん、マジさ俺ブロックした方がいいと思うよね、<あ>もうするわ言ったもうコメントしなくていいですってそれで来たらブロックしていいと思う、うん、そうする というわけでね、WGZ ブロン、前ブロン Z300 かなやりましたけど、Z200。これは買ってます。えー、っと、こちら。ね、あの、ブロンのね、10mm のダイナミックドライバーって、まあ、一部で伝説と呼ばれてるんですけど、<ー>まあそれの第3世代の 10mm のカーボンダイナミックドライバーをこれは採用したやつで、デュアルキャビティ設計で、磁気回路構造とサスペンションシステムをアップグレードをしているというわけで、 まあ前ね、みやみが確か、これの上の Z300 だったかなんだか気に入ってったんで、忘れました。あはは、いつもの。怒ってて。ちゃん。本当にムカつきます、私は。なんで私の今日人生一日呪われてるんですか、朝。どこからも水漏れないし、その原因もないんですよ。なのに玄関一部だけ水浸しになってて、スニーカーがひっくり返したらドブドブドブ,ドブ,ドブって水てきて、 水の能力って思うぐらい水が生まれてくるんですよ。怖くないですかそれ知らない水じい、水じさんって知らない何それほんとに水じいさんっていう妖怪がいて、寝てる間に水じいさんが来て、こう、て、たたたたた、たたた、靴の中に水入れてくる。本当とに寝てる水じさん。ほんとに寝てる嘘。それやったの俺だよ。俺俺。 じゃあもうボコボコに殴る俺合掛け持ってるふざけんな俺俺俺なんで持ってんだよペットボトルに水入れてとか <laughs> めっちゃもう殴る殴るボコボコにっやっていった <laughs> ふざけんなーってそれ以降ダメになったろってえーというわけでねこれは忘れたわけですけど HIRIS XO で付属のケーブルシングルエンドででえっとイヤピはねあのね良くなかったんであのセドナクリスタルに変わっておりますはい じゃあ聴いていきましょういつも通りアップルミュージックアップル a a c ファイルでボリュームいってくださいねはいブラックピンクさんでラブシック i c g i r l s ちょうどいいですおバランスめちゃめちゃいい万人受けしそう定期がしっかり聞いててボーカルがでもすごいはっきりくっきりしてて でも、クリアなところもあるから、走りもつかみやすい。はい。平井大さんです。スタンバイミー、スタンバイユー。うーん、いいね。回る音で聞きやすい。あと、濃密さがわかりやすい。はい。ワニマさんで、絶対もにバンドの迫力も十分。 すっきりさが入ってるから細かい音も聞きやすいしさすがだわはい EDM ノートでダンスミュージックいやーやっぱいいわすごいなんか耳に振動くるんじゃないっていうぐらいちゃんと定義聞いてる中高域もはっきりしてるから本当にバランスがいいはい ホワイトスネークさんで「ステルブ・ザ・ナイツ」あいいねハードロックの迫力感もちゃんとあってギターなゲンゲンっていうのも綺麗だし空間と余韻もいいはい菅田将暉さんで「間違い探し」 余韻もちょうどいい。長すぎず、短すぎず、自然な感じ。はい。綾瀬さんで夜撫でる目の。うーん。打ち込み系もいいね。今回、男女ともに、あの、ぴったりなイヤホンって感じ。はい。サマーウォーカーさんでカルマ。 女性の場合はこう突き抜ける感じ、抜け感割ありつつ突き抜けていく感じが、ボーカルがね、すごくいい。はい。アニタ・ベーカーさんで U ブリング・ミー・ジョイ。うん。ポケとボーカルの音量のバランスがぴったり。ぴったり合ってる。同じ。はい。ゴールドプレイ BTS で My Universe。 おお。厚みと音が巻いてるのと。まとまり感と。いいね。脳に広がっているのがわかる。はい。矢沢永吉さんで時間を止まれセルフカバーあります。ターテッド二千二十二。うん。シンプルな。音数でも全。 なんかもう劣らない。はい。愛と青春の旅立ち映画ですね。から。愛と青春の旅立ち、ジョー・コッカーさん、ジェニファー・ウォーンズさんです。ああ、ピアノのいいね、この。アタック感っていうの。いい感じ。クラシックも合うのかなーって、イメージができやすい。はい。 いやーめちゃめちゃよかったこれなんか予想なんか箱見た感じだとさ、うん、えー、なんかどんな感じなんだろうとかさ、まあ、前のやつは覚えてないからさはっきりとは、うん、あったけどすんごい濃密で、うん、女性ボーカルだとこうなんか月抜け感なボーカルが楽しめるって男性だと脳にこう広がっていくっていう感じでなんか女性曲男性曲ともに合うから、うん、いろんななんか。 曲も楽しめそう、うん、バラードも、うん、ポップ系も e d アも全然いけるから、うん、すごい振り幅が大きいじゃあ俺とどっちがいいえー、悩むなひもじぃバカじゃん俺たち <laughs> こういうことやってね、うん、呪いを飛ばしていかないとはいこんな感じですかはいじゃあ僕のターンでおしいいってきますえー、はい小池はですねクリアで角の丸い小池で伸びもありますで解像度は高くて 細かなハイハットがしっかりつかめます。で、シンバルの金属音もしっかりと金属音としてつかめて余韻もありました。ミッド中域器は、ボーカルがしっかりと前に出て、ニュアンスもよくつかめます。で、オケとの分離は良くて、解像度も高いです。で、オケはボーカルの周りを囲むようにちょうどいいです。で、バランスも広がってきて良くて、定位も良くて、各楽器の位置もよくわかります。 でロー低域はもう伝説と言われたブローンダイナミックドライバーの第3世代ということでもう生バンドの生ドラムの質感もいいし十分な量の低域で沈み込みもあってビートのキレ感とかアタック感も良かったですでサブベースも良くてミッドベースも良い,いのでベースラインの疾走感とうねり感が良かったですで重低音はそこそこ出る感じです で音音上は左右に広くて上下に若干広い感じで、空間は中域を中心にもう球体上に外側へ向かって広がって伸びていく空間です。で、音の傾向はですね、ウォーム寄りな弱ドンシャリ系なんですが、ボーカルは引っ込みません。で、広域もシャリついてません。で、とても聞きやすい疲れないサウンドになっていて、親しみやすい音に。 なっております。で、EDM 系は、もうビートの跳ね感とかアタック、キレも良くて、中高域の鳴り方もくっきりとしっかりしているので楽しめます。で、ハードロックやメタルは、上品なハードロックで、うなるギターもハーモニクスも美しいです。で、ボーカルも迫力があって、パワーコードも上質で上品に楽しめます。で、R&B やバラードは、 もう男性ボーカルとの相性もいいんですが、女性ボーカルもハスキーな声からハイトーンまできちんと聞かせてくれて、もう上質なチルタイムを満喫できます。で、まとめていくと、もうね、価格を完全に超えた弱ドンシャリ系のウォーム系サウンドで、もう激しい曲や K-POP、J-POP、アニソン、打ち込み系は楽しく聴けて、ハードロックは上質に、で、 R&B やバラードといったチルソングはもう途端に上質で疲れないジェントルなサウンドで、ボーカルを楽しめて疲れ知らずで聴かせてくれるサウンドといった感じになっております。なので、感触系、中高域カリカリ系、フラット系が好きな人にはおすすめしません。というわけで、これだけのいい音を出すイヤホンはおいくら万円なのでしょうかはい。みやびさんが 一番重要としている価格を今から言っていきたいと思います。はい、WGZ ブロン Z200Amazon で2724円です。マジでで、54ポイントついてくるんで、まあ、実質2 6 9 ?2670 円とかですかね。なんかこのね、こうちょっとパッケージが。そう、あれだから。うん ま,まもちろん万もいかないし8,000円もいかないかったと思ったのでもまさか5,000円もいかないし二千。二千七 2, 2, 2円7 0 0円, 2> 2, 円これ 2, 2 7 0円この音で2700円でなんかここ最近聞いた安いイヤホンの中で、うん、だ今は結構トップものも中で,、まあ、でうんそれぐらいらがいいですよねこれはね本当にえすごいと思うこれはもうどんどん皆さん あの特効しちゃっていいと思います機嫌悪かったのが次今ブラッドになったもん <laughs> これ聞いてそのぐらい効果あるんで、うん、2700円なんで特効してみるといいと思います、うん、本当に <laughs> すごいみやびがあのね朝から呪われ水浸しになり、ね、であのスピーカーが頭に起こってきてブチ切れて「帰る」って言い出して「撮影もしないもう帰る」って言ってたのが。<laughs> これを聞いたらご機嫌になったという効果がある2700円ですすごいなんか今プロ根性とか出してないから、うん、もう出さなくてもいいみたいなもうありのままでった出す今日はと思ったんだけど、うん、それが考える余裕もなく機嫌が治ったそれはれですか「みやびの機嫌は2700円で治るのかこれが2700円以上の素晴らしい価値があるか」「後者です」<laughs> はい「2700円じゃ無理だし」「はい駄目です」 <laughs> まあ、2700円じゃマーク買えないしねそうなんです、はい、<laughs> というわけで聞いていきましょうはいびさんは WGZ ブロムえー、っと Z200Amazon で2700円ぐらいです買いますか買いませんか買いまーす特攻ですこれ,これはもうあのー、マジで誰でも万人受けできるわまあ点音も聞いてるしねうんでなんか優先イヤホンデビューはもちろんいいし、うん あのー、あーやばい緊急緊急っていうの絶対うんマジで何にでもいける了解ですはいでは日文字 WGZ ブロンの Z200 こちら売りますかありませんか売りまーせん、まあ、2700円という価格でこれだけのサウンドを出されてしまうと、まあ、5000円から1万円のイヤホンがたまったもんじゃないなっていう音を出していますで音のまとまりバランスもよくてずっと聴いていて疲れない上品なサウンドもいいし 高中低域のバランスもいいので、まあ、これは単純にすごいなと思う高くないこうやってそうビルドクオリティ高いんですよでこれ聞いておかしいなと思ったら付属のイヤピはやめてほんとセドナクリスタルとかセラスティックとかあの自分に普段使ってるイヤピに変えて聞いてください <laughs> 音変わると思います抜群 というわけで WGZ ブロン Z200 でした。というわけで本当これはみやびが特攻をおすすめしてるので特攻をおすすめいたします。というわけで私はドローンシ,ーシュッシュッシュッ。起きといて。ありがとう。いや、これはすごい本当にあの序談抜きですごかった。<laughs> マジですごかった。あの、心が久しぶりにうんって上がる瞬間が感じられるぐらい 曲聴いただけでうんって気持ちも上がるから、ぜひと皆さん特訓してみてほしいなと思います。これは本当にすごかったです。はい。じゃあ今日も終わります。ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあねー。